はい、こんばんは、こんにちは。 Xbox One 版のね、フォールアウト4、続きね、やっていきたいと思います。前回ね、クエストの途中でフリーズで落ちちゃって、まあ、配信が途中で切断されちゃったってことでね、その後ね、まあ、戻ってきてアイテム預けて放置してたクエストもね、報告いろいろやってきました。3つ目のクエストを消化したりしてね、まあ今回は、まあそう、またレールロードのクエストを続きやっていきたいと思うんですけど、まあその過程でちょっと気になるクエストがあってね、海の怪物を見つける、なんか少年がなんか目玉が定期的になんか出てきてね、なんかこっちを見るんだよみたいな、そんな特殊なクエストを発見したんで、今回はそれをやって、まあ何でもやる友のところに話しに行って、まあ行く前にこのジャックポット、ハブ360、これの探索をね、していこうかなと思います。じゃあまず最初に、海の怪物を見つける、やっていきましょうかね。あとですね、いろんな場所を探して、コズワースを探してんですけど、全然コズワースが現れてくれないですね。なかなか見つからないで、今、とりあえず全部のとこ回ってきたんですけど、まあ、とりあえず、サンクチュアリの方はね、ベルをね、追加して、まあ、町のみんな呼ぶみたいな形で集めてたんですけど、なかなか。まあ、見つからないでいますね。まあ、とりあえず海の怪物を見つけに行きましょう。あ、もう場所は分かってるんですよ。シャムロ、ここの酒場のね、とこからちょっと海辺の方に歩いたとこの小屋から見えるとこに怪物がいるんで、怪物じゃないんですけどね、明らかに、まあ、地底からこっちをちょっと見ている。潜水艦みたいな場所があるのかな？わかんないけどね。確認したいと思います。ま、なんだかんだね。あれからレベルも1個2個上がっておりますね。もうまさに今朝ですよ。5時起きで、まあ、出勤前にちょっとね、フォールアウト4してね。ちょっと進めたり、ミニ詰めのクエストやったり、ちょっとね、建物探索したり、いろいろクエスト発生したり、まあ、行きましょうか。なんか人いるぞ。まあ、いいや。まあ、ついでなんで、また、寄り道が始まるぜ、みたいなね。この酒場のちょっと2階の方を探索してないんで、ちょっと2階の方ちょっと見たいな。まあ早いとこフォロワード4クリアしたいんだけどね、なかなか寄り道ばっかりで。まあ中の方は一通り掃除はしたんですよ。に2階がまだいますね。行きましょう。右手にはいないとしても、おラレックス、イエー、テンクス。あ、上から見える感じね。誰か音がするぞ。よっしゃ、まあとりあえず武器はこれかな。行こう。マネキンかよ。お。いるな、明らかにここ。と思ったけど、ここは探索済みですね。明らかに一体向こうにいるからね。まあ、この辺のおもちゃを回収してね、カメラに
お、入ってる。イエーイ。お、明らかにこの先ですね。バツ。いないか。誰だ。階層が違うのか。ちょっとケイトちゃんごめんね。違うな。デンジャーになりそうだけどならないな。あ、まだ上があるんだ。明らかにこの先ですね。じゃあちょっと終わらせていきましょう。チェック。あ、ここは取ったか。お、死体発見。ここ、こっちか。いる。ガフ。足狙っていこう。クリティカル、イエー。で、足がもうあれだから。え、めっちゃ回復してんだけど。あらよっと。リロード。くそ。うわ、おいしい。特にレアものはないか。ドライバー。おーおー、なんかいろいろ金庫あるぞ。いただきましょう。ああ、鍵で持ってたから開いたね。 Thanks。 あ、まあ全部売りかな。Thanks。 まあ装備はね、特に装備するものもないんだよね。パワーアーマーのおかげでね。こんなもんか。はい。お、よし、こんなもんですね。もう捜索は終わってるんで、まあとりあえず出て目的地のね、とこに向かいましょう。いや、フォールアウト4はね、こういうことやってるだけでも楽しいからね。で、あの、クエスト的には、この酒場にね、あの、ロボットがいて、もうどうやらホテルの方に、私が納品されて、されるのが決まってるってことでね。まあ、そのロボットを護衛しながら、グッドネイバーに連れてくってクエストがあったんですよね。それは、今朝やりました。まあ、その過程でね、この建物の中もある程度掃除したんですけど、さっきのガフだけ取りこぼしちゃってた。お！え、めっちゃ復活しんじゃん。なにこいつら。Thanks。 Go。 Yeah, thanks。 Just might。 クリティカルも溜まって、クリティカルゲージも溜まって、いい感じです。いきなり復活してるなんて。あお、余計なもん取っちゃったね。開かないか。 OK。 Thanks。
まあせっかくなんで一回戻って処分するか。ドラムリンダイナー、ここに戻って荷物、今入手した装備しない防具とかね、ウェボンとかその辺売って戻って、パワーアーマー脱いで宿屋に泊まって、宿屋っていうかベッドで寝て、今度は寄り道しないで行こう。ロー。ざっと見る時間はある。全部価格に見合う。OK。ですね。ははこれか。おお、いいねで売れるね。マチェットもいらないしね。うお、いいね。結構、いいもん持ってたね。あとですね。そう、これ持ってきたんですよ。これがね、ラット値1000。なんで、パワーアーマーよりちょっといいんですよね。だからこれを着て潜ろうかなと思っております。Thanks。じゃあ、このままね、一回、レッドロケットトラックストップに戻っていきましょう。はい、そんな感じでね。海底の怪物が気になるな。中にやっぱりアイテムあるし、人がいるってことだからね。やたらと目的地がいっぱいありますね。ナビゲーションにね。よし。よっしゃ。まあ、フュージョンコアを抜いて。ちょっと一眠りする。よっしゃ、起動。今度は寄り道しないで行くよ。まあ、パワーアーマー着てかなくてもいいんだけど、でもね、やっぱさっきみたいにレーダーとか行ったら鬱陶しいからね。はい、じゃあ飛びましょう。うわ、いっぱいあるな、目的地。あー、 DIA 貯蔵庫もう近いからね。あと、ほんと、コズワースと冒険したいな。コズワースどこ行ったかな、ほんとにね。見つからないんだよな。イエー。プロテクトロンも結構好きだしね。仲間になってくれたらいいんだけど。あとやっぱり、今仲間にしてるケイトちゃんの好感度を上げるってのもね、重要なんですけど、ミニッツメンのクエストで人助けするとね、なんかその、好感度が下がっちゃったんですよね。だからケイトちゃんは結構、ここ知らないな。ケイトちゃんは、まあ悪いことすればいいって言っちゃうあれだけど、まあそういうことなんですよね。これ段があるってこと、飛び越えれるってことかな。無理だよな。うわ、ミュータントとか復活してんな。ちょっとこっちから行くか。ですね、ここ左に、あ、行けますね。なんだかんだミニッツメンのクエストとかやってるうちにリポップしちゃってるな。まあ特にね、この辺にはなかったんですよね。まあちょっとね、怖いんで
ここですね。来たよ。時間もちょうどいいね。ちょっと、パワーアーマー脱いで、装備切り替えて、よし。まあ今こんな感じですよ。これをですね、着替えます。インベントリー。ジャンクじゃなくて、ここで、防護スーツ。はい、こんな感じになります。この先ですね、見えますね。あれですよ。ちょうど正面の、これなんですよ。これが定期的にくるくる回ってるんで、これの、ちょっとね、繋がってるな、あそこ。だから、まあ、このまま飛び込みます。一応、あれつけるか。ちょっと耐性ができるってことでね。よっしゃ。ラット値すげえな。エキスパート、開けれますよ。実はね、今朝、ここ来たんですけど、まあ、クエスト、まあ、受けてるからね。だけど、パワーアーマーだと上に上がれなくて、全然探索も、何も、できなかったんですよ。めっちゃうまじゃん、これ。トークンに。お、テンパーク、thanks。ちょっとセーブしよう。でですよ。あそこですね。その前にあそこ。こっち行こう。いい。うわうわうわ。死んでるか。特になんもないな。暗くなる前にちゃっちゃっと行っちゃおう。めっちゃ見とるからね。開ける。おっしゃ。なんだ？一体なんだ？BGM が怖いな。潜水艦を調査する。やっていきたいと思います。デリバラーで行こうか。こちら。なんかいるんだけど。私ならケイトちゃんなんだよ。うわ。わ。この辺か。OK。やった。後場の少年と話すのを見ていたぞ。そこを泳いでいるの。見た感じ、有能そうだ。脅威ではないな。安心してついてこい。ああ、安心。何者だ？誰？ザオだ。中国海軍の艦長だ。ザオさん。超高31で航行してきた。このキアンティン潜水艦。この美しい船だ。必要なら私にそやなことを言ってもいい。だがこの長江のことは敬意を持って話せ。なぜここにいる？ずっと昔に戦争は終わった。将校にはバオウ、宝物などない。略奪できるものはない。
死ね共産党。まあどのぐらいここにってことだけど、まあ200年ぐらいなんだよね。まあとりあえず聞きます。200年もずっとここに。なんとそんなに経つのか。死で、そうだそうだと思う。ずっと昔、爆弾が落とされる前、長江は嫌いに当たった。キアンティンはこの港に着くのが精一杯だった。都市はすでに滅んでいた。気づいた者は少ない。気にした者はもっと少ない。トンクが多すぎた。来てくれたのは幸運だ。助けが必要だ。見ての通り、長江はその航行可能ではない。うん、修理を手伝ってくれないか。ね、あ、オッケー。言われた通りにする。助かる。ありがとう。シェイシェイ、どうよ。しかし最初の問題だ。長江にはエネルギーがない。原子炉を作動させたら、おそらくそれで十分だ。原子炉か。制動コイルが損傷している。ひどい損傷だ。新しいコイルが必要だ。情報がある。戦時の諜報部からだ。制動コイルはサウガス製鉄所という工場にある。金を要求する。それでいくらもらえる。金、チアンジン、アメリカの金、昔からの。まだ価値があるのかないのか。長江の上では価値がないものだ。まあそうだよな。それだけ。お前と私なら公正な取引ができると思ったが、ただの金の亡者だと分かったよ。グーヨンビン、手伝ってくれ。それともやらないのか。ザオからは何も得られないぞ。ザオ、この年月を超えてついに故郷を再び目にすることができる。愛すべきツンゴ。もういねえけどなみたいな。どうしたの。ただのゴミ箱だよ。渡そうか。 No、 いいよ。よし、まあとりあえず中ちょっと探索しましょう。ついでにいろいろね、もらえるもんはもらっていこう。よし、ゴー。これは開かない。お、なるほど。船の まあでもね、金時計、あ、まあ比較的今後のクエストのね、足りない部品はタグ付けしてるんで、この辺もそれで必要なんで助かりますね。ヤンツ潜水システム、お、開いた。うわ、なんかいるな。たったそれだけじゃなさそうだな。中国はなんか明らかに船の中に何かやってるぞ。なんかすっごいね。うわ、乗り組みんか。まあなんか掃除しますか。 OK。
Okay, thanks. Cheers, mate. わあ、来た。レア扱いになってるね。わお。レアなんだけど防具か。これなんだ。おっ、来た。 Go Thanks。 溜まった、いい感じ。スティンパックもあったな。なんか明らかになんかまだね、戦う気あんのかなこいつら。こっから来たんだよな。まあせっかくなんで探索してっか。よし、行こう。いるな。はじっぱ。OK! ステルスアタック。一等兵か。足行こうか。ちょっと光ってんだけど、光し物的な。オッケー、これで怖くない。オッケー、リロード。あとついでに、そろそろ手荷物いっぱいになりそうだぞ。わお。まあこの建物の中にはないからね。結局コルベガだっけ、そこに行かないといけないんだよね。アンティーク、あーもう荷物いっぱいか。これで正面の扉が開く。おお、行こう。こんだけ長い文章で一ワンワードしか合ってないってよっぽろだよな。チェック、ノープ。一回閉じて、その間にケイトちゃん来てくれるのを願う。大概1個目は違うからな。2個目。お、5ワード。テント、あーこれっぽいな。イントなんとかみたいなね。 E も合ってるし、 INEやった。オッケー。ドアを開く。どうだ。よし。ケイ。ああ、ケイトちゃん。どこ行ったんだケイトちゃん。フラグ地雷。10ミリピストルパワーリレー。フラグ地雷。ステルスボーイ。レーザーライフル38口径フラグ地雷。わかってるって。ちょっとケイトちゃん来てよ。
ケツちゃん本当いないんだけどさ。まあどんどん進んでいきましょう。お、一匹反応きたね。簡易バッテリーいただきます。アリアス、サンクス、シアス、マイク。まあ次こっち行くわな。この中じゃないか。分かってるって。こうか。まあで、まあ一回ちょっとセーブして右側。上ね。いるねー。バツ狙えるか。オッケー、いい感じ。ありがとう、thanks。足こっちはいけるな。ゴー。あー隠れてる。イエー、オッケー。バレてなかったか。助かった。お、ターミナル発見。手錠。ケイトちゃんどこ行ったんだ本当に。アドバンス。おっと、いろいろ薬品がありますね。スティンパックもいろいろ何個か取れそうだ。ふーっと、ヤンツー潜水コンセル。これは違うとして、2個目からね。大概2個目からなんだよ。 Nope。 あお、いやー欲しいな。あーでもケイトちゃん何やってんのかな。メレッサー。ノープ。ノープ。ああ、3文字か。1文字。0。1文字。どこだ？あー怖いな。早く来てくれ。ノープ。時間かかるなぁ。あ、固まってるね。行こうか。やった。オッケー。まあ頑張ればいつか生きる。よっしゃ。ケイトちゃん来ないんだけど。で、わあ大量じゃ。スティンパック、ラッドウェイ。オッケー。ケイトちゃん来るかな。ケイトちゃん来た？来てくれないか。
よし。キャップ、懐中電灯。まあしゃがんでいけば同じぐらいだよね。何発撃ってんだ。うわっ、多いぞ。うわ、来たか。横にいるな。オープン。ノープ。オーイエー。上か。こっちか。Thanks。 いいね。いいね。ケイトちゃん、ケイトちゃんどこよ。ケイトちゃん来てくれないと手荷物が。どうよ。分かってるんだけどさ。あー、ヌカコーラクワンタム発見。お前何持ってんだ。トラックのおもちゃ。お、しかもキャップもいっぱい落ちてるね。うわ、なんていうことをしてしまったんだ。ボタン間違えちゃったよ。幸い奥にベッドがあるからちょっと一眠りしようか。これ寝れるかな。無理か。まあこのぐらいなら歩いて回復するからね。まあちょっと閉めとこう。オッケー、回復してきた。いいぞ。もうケイトちゃん早く来てくれ。分かってるって。ここ寝れなかったっけ。オッケー、ウィー、回復。よし、行くか。おっと、ケイちゃん大丈夫か。ちょっと持ってよ、手荷物がいっぱいすぎてさ。いっぱい拾ったな。オッケー。おい、じゃあ行こう。ここの分岐を左。まあ、ついでに消火栓取って。タバコの。金庫とかはないにしても。ホットプレートも結構ね。ネジとか取れんだっけか。ないな。
didn't fuck. Oh. Mentas. この辺もね、結構いいからね、持っていこう。石鹸。オッケー。よし、行こう。こっちは？ケイトちゃん、こっち行くからこっち行ってみようか。オープン。 Thanks。 オルケルンスタ、ないね、オッケー。まあ通ったからな。まあ、こんなもんか。よし、じゃあ戻りましょう。コルベがなんかそんな感じのこと言ってましたね。まあパワーアーマー着てそっちの方に移動して行ってみますか。ちょっと待ってくれ。こんな時にラットの放射能の、ストームで、よいしょ。あれ、戻ってくるとこ間違えたみたいだな。レイダースカム、まあちょっと無視しよう。ちょっとマップ確認。もうちょっと南ってことか。あっちね。あそこ、あの建物だよね。まあいいや。ここから上がれないんだよ。まあ、ちょっとこっち寄っていかないかんのか。ついてないね、タイミング的についてないね。うわー、ぐるっと回んないといけないのか。
まあ、パワーアーマー回収したら速攻戻ろう。本当に勘弁してくれや。頭。頼む。やめてくれ。オッケー。あぶねえ。一発一発痛いからな。うわあ。勘弁してくださいよ。わお。ゴー。狙ってくぜ。終わってくれ。アリー。オッケー。いやあ。どこ行ったか。なんだ、魚が食べられてるな。ケイトちゃん行くよ。ケイトちゃん来ないからさ。これもびっくりしたね、最初来たときね。よし。この辺回収したっけな。してますね。ケイトちゃんどこ行ってるの？アイゼントレー。まあちょっとね、アラットアウェイ使おうか。エイドのケイ。ケイトちゃん。さてさて、一応クエスト確認しよう。コルベがなんとかって言ってたよね。わかってるって。ここか。スロッグ。まあ荷物を置いて、話はその後だよ。ケイトちゃん来ないしよ。よし、これでいけるだろう。ファーストトラベル使えるだろう。よし、ちょっとケイトちゃん座ってる場合じゃねえぞ。あ、動けるね。よし、戻りましょう。トラックストップに戻って荷物預けて一休みして、その足でスラックスロックそっちの方向かって
コイル入手して、ザを報告しましょう。ちょっと時間かかりそうだけどね。パワーアーマー着てくし大丈夫か。よし、到着。まあ、先に。ケイトちゃん。大丈夫か？ケイトちゃんがちょっとね、ワンテンポ遅れてんだよね、いつもね。ですね、ジャンク、全部回収。大量じゃ。拾ったねオッケー。よいしょ、重いぞ、重いぞ。いや、調子はどうだ？いい感じだよ。まあこれ全部預けますよ。なんかウェボもいろいろ、ああこの辺もね、うわめっちゃ高く売れるぞ。これもよく、あ、マジだ。Excuse me。よし。ちょっとこれは着替えよう。ですね。コーサーの制服に、ロシア帽どんな感じ？あ、こんなんか。これは潜水艦乗組員帽。お、ニック久々。よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。まあこの足ね、ダイナー、まあちょっとね、グッドネイバーのクレオに、こっち？これレールロードだろうな。グッドネイバーこの辺だったよな。あったあった。グッドネイバーでクレヨンにちょっとね、売っちゃいましょう。まあ、なんだかんだね、1時間近いんだよね。時間の流れの早いもんで。よし、行こう。くれよ。ここで見てる武器が生と死を分けるかもしれないよ。もちろん見てみるよ。装備を整えていきなよ。くれよ、顔近い。はいはいはい。じゃあね。いらないやつをね、コンバットシュートガン、これも売ります。フラグ地雷、売ります。あと、これも、綺麗なブラックスーツも売って、ロシア帽も着ないしな。まあ、こんなもんですね。よし！じゃあですね。
なんかタイトルが怪しいもんな。ゼアビーモンスターズって。ここに魔物がいるぜ、みたいな。だから到着させては、つかせてはいけないんだよね、きっと、みたいな。あー、スロックの入植者と話すってのも発生してる。これが3つ目のクエストなんですけど、まあ、とりあえず。グリーントップから歩いて行けそうだね。ある、そっから歩いていこう。ピップボーイ装備してないな、この人。さて、どういった物語が展開されるのかな。お、ミニッツ目。こっちだな。行こう。なんか向こうにちょっとライトアップされてる場所ありますね。あ、HP 回復してなかった。まあ、夜道を歩くのもいいよね。え？なんかいるな。なんだ？人造人間か。小笠の八王具合。バッツー貯めて。お、ターゲット取ってくれたね。行こう。人造人間が近くにいたぞ。ああ、金ピカは車か。あのライトアップされてるとこだよね。一応セーブしとこう。なんかミュータントとかいそうだよな。オッケー。ここがコルベガってとこかな。フォージ。ああ、狙えそうだな。ドンブリーズ。いるね。ドンブレイズ。うわぁ。灰になった。いっぱいいるなぁ。まあ、こいつらちょっとスナイピングで。終わらせるか。カーション。
あ、そっちにもいるんだ。Don't blaze。 まだ帰りにちょっと寄ってこ。バレた？わお、火炎放射器か。Go。 Finish。リロードが時間かかるんだけど、オッケー。うわー、39か。ケロックピストル。あとどこいる？遠いな。ナックル火炎放射器。行こう。やお。フィニッシュ。40経験値、うまっ。サウガスか。コルベガは一番最初のとこだね。ここはなんだ。ここが入り口か。消してやる。まあこの辺にちょっと灰になったあれがあったからね、回収していこう。上か。さっきのこの上の回収。ここはなんだ？マグカップ？消火器？まあ食料品か。よし、じゃあ行こうか。製鉄所。初めてのとこだから緊張するな。もうなんか火炎放射器使ってるってことは結構熱々の感じなのかな。ターミネーター2的なさ。で、画面切り替わったらちょっとバッツで。いきなりフォージ狙っていく。うわ、やっぱ火炎放射だ。やばいー。イエー。スイヤ。ちょっと多いな。
ケロックピストル。ちょっと待って。ちょっと待って。Go! Yeah! Finish! Thanks! ケイトちゃん。お、ケイトちゃん。ケイトちゃんやっつけてるじゃん。ケイトちゃんやりよる。ちょっとケイトちゃん邪魔。ケイ。フォーシュ。行くぜ。効くねー。イエー、いい感じ。わお、間違えた。デリバラに変えとこ。物色物色チェック。火炎瓶すげえ。セーブして行こうか。熱そうだな。この真上にもいるんだな。チェック。段差があるとちょっとややこしいからな。近そうなんだけど出てこないみたいな、そういうシチュエーションも結構あったりするから。で、ここがこうつながると、そこだね、その上だね。オッケー。お、Thanks。 まあこれはターミナル使って開けろってことで、別ルートでこっちからも行ける感じなんだよな。特にはなさそうですね。おう、重い重い。スイカ。What the fuck? ケイちゃん。ちょっとね、重いからちょっと持っててもらおうか。ケイ。よし、これ起動させてちょっと歩かせてこ。オッケー。ノー。ドラッグとドラッグ。ああ、3文字重なってるか。デイズ行ってみようか。素晴らしい。いいね。人格モードを。起動。ノー。いえ、いい感じ。素晴らしい。まあ、こっちの道もなんかあるんだろうけど。いるね。これで終わらせるか。ひどい悪習だね。ケイ。
全然見えんかったけどね、今。全然見えんけどね。お、持ち替えてるね、銃を。おっと、階段か。ちょっ、わっと、タレットか。もう罰狙っていくわ。こればっかりはちょっとびっくりした今。ついでに回収。OK。だけどさっきのね、気になるよね。アドバンスのとこ。おっと、ここが。こっからですね。セーブ。行こうか。オープン。だいたい体感80分ぐらい経過してんのかな。そろそろお風呂も行きたいぞ。助けてくれ。逃げようとしたら殺せ。ここ What the fuck? お前もやるな。何者だ。それでそちらは。名前はスラッグ。俺たちはフォージだ。よさ者の名前、ガッツがあるな。気に入ったぞ。見ろジェイク、お前と違って価値のあるやつだ。殺される。でも頼まれたものはみんな持ってきた。自分の家族から。 What the fuck are you talking about? 強さが証明できると思うか。まあ、お前が持ってきたこの剣に免じて自分の価値を証明する最後のチャンスを与えてやってもいい。捕虜を殺して能なしじゃないことを証明し、連邦の外で襲撃をすると言ったろ。この人たちは脅威でも何でもない。殺せることを証明しろ。奴が死ぬかお前かだ。そんな、どうしよう、どうすればいい。意味がわかんない。おいとましていいか。頼む、解放してくれ。家族を養いたかっただけなんだ。できるかわからない。素敵。缶切りは持ってる？ケイトちゃん。すみません。なんだよ。殺すわ。よくわからんぞ。ちょっと1000パック2個ぐらい飲んで。フォージか。ちょっと邪魔だぞケイトちゃん。ヘッドショット狙えるか。オッケー、いい感じ。そのまま。怖いな、熱いな。ケージアーマー、フォージ、まあいいや。スラッグ、ゴー。 OK、 クリティカル。 OK、 硬いな。さすがパワーアーマー着てるだけあるな。 OK、 72、美味しかった、ありがとう。どこにいる？終わったか？シシケ、あ、おお、これ懐かしい。これフォールアウト3にあったやつですよ。なんだっけ、図書館？図書館か、王立図書館かなんかで
レシピ手に入れて。いいね。うわ、シシケバブ懐かしいな。ケルちゃん、おい、何なの？ちょっと持ってほしいんだ。そのジャンクを運ぶよ。イエー。そうそうそう、ケイルちゃんジャンク持ち、アリアスセンクスみたいな。モッツはいいんだよ。モッツはいいから、モッツはいいから。おう、ちょ、ケイトちゃんちょっと来てもらおうかな。あー、やっぱ身につめるのがいいな。オッケー、よし、ここで入手、やった。これがあの中国人が望んでたアイテムだな。いや、だけど意味わかんなかったな、何言ってんのみたいなね。また荷物いっぱいだ。もうケイトちゃん持てないし、しょうがねえな。死体たくさんです。キャップ入植者、あ、ボタン間違えた。ボタン間違えた。あ、これで運べんでね。オッケー、いいよいいよいいよ、よし。骨の小切り、大したもん持ってないな。なんかよくわからないクエストに、なんか親父さんの剣って言ってたから、その親父さんから剣をもらって勝手に盗んで、さっきのフォージのボスに与えたって感じなんだろうね、きっとね。よくわからんけどさ、これも高く売れるな。これはいらない。50もオーバーしてるか。流れ物の服、これ気になるな。ちょっとあと適当な銃とかいらないのが強くないか。今装備してんのが近接はパワーフィスト、ただこれ燃やす効果あるからな。これが重いな。持って帰れば高値で売れるんだけど、落とす落とす落とす、よし、しょうがない。ちょっとケイトちゃん、ちょっとお着替えしようか。おい、必要なもですね、ケイトちゃんに流れ物の服なあ。25持てねえな。まあいいや、あとでね。とりあえずさっきのところね。お前今さら何しに来た。のんびり歩いてきやがってみたいな。ちょっとエクスキューズミー、ちょっとどいてくれないか。あぶね、ほんとにな。アドバンスのロックピックの場所が、まだ生き残りがいたのかよ。いや、See ya。まあ燃料いただきます。よいしょ、
ちょっとアドバンスのとこまで戻ろうよ。あっちだっけ？こっちかな？はい。なんだ。なんかまたパスワードとか入力制とか言われるのかと思ったけど、あ、ここっぽかったな、アドバンスのとこ。逆側からうまいこと開けれちゃったから。重い、セメント重いけどブロックがいっぱい作れるからいい感じみたいなね。あー、微妙だな、微妙だな。うそ。イエー。ほい。じゃあちょっとザオのとこに行きたいけど、先に荷物預けなきゃね。で、こっちきっと、最初の入ってきたところと別の方向だと思うんですよね。マップ見てないからわかんないけど。まあでも、シシケバブ、入手できたのは結構、良かったですよ。まさかここで入手できるとはね。ああ、こっち入ってきたとこだな。じゃ、ついでにちょっと、あんた、あんた、よいしょ。流れ物の服かっこよくないね。裏の建物、オープン。トラップか。これか、トラップ解除は。ダメか。ドア閉めて。ダメだな。開けちゃダメだって。あ、もういいのか。2回目はいいのか。大したもんねえな。ワンダーグル。どうしたの？ただのゴミ箱だよ。わがそうか。そうだったね。バラモンか。オッケー。じゃあ一回戻りましょう。戻って。ちゃっちゃっちゃと荷物を預けて、その足でまたその中国人のところに行きましょう。案外ね、経験値も美味しかったね。弱いくせに経験値45とかね、一体一体が美味しかったんで、もう41がね、目前ですよ。Yeah。さて、まあパワーアーマーいらなそうだけどね。よいしょ。よし。攻め込んできたじゃないか。なことないよね。ケツちゃん。もちろん。ジャンクいただきまーす。イエー、タンクス。フュージョンセルがケイトちゃんなくなってたから、308口径のやつに装備変えてたってことだね。とりあえず預けて、で、嘘ケイトちゃん、弾ちょっとあげるよ。セルをちょっとあげるよ。セル。
セルセルセル。こっか。フュージョンコアもいっぱいあるな。フュージョンセル、あったー。200ちょっと、200ちょっとあげる。ああ、もう、もうもう行き過ぎ。ストップ。もういいよ、これで。これで許して。あとし、あんま近接装備してくれないからな。まあちょっとメンテナンスしよう。パワーマンのクラフト。やっぱ足と、ボディだよね。はい、終了。よっこいしょと。フュージョンコア抜いて、一眠りして、あ、ちょっと荷物が重いか。一眠りして、オッケー。まあこれじゃちょっと飛べないから、まあ一応来ましょう。いい、よいしょ。世界には必ず独裁者がある。俺のやりたいようにやればずっと使える。いい、よいしょ。ちょっとどいてくれ。ダンスもあれだね、来ただけで喜んでくれるね。シシケバブが邪魔だな。グッドネイバー、グッドネイバーに飛んで売っちゃいましょう。だからちょっとさっき一瞬悩んだけどね、1秒ぐらい悩んだけどね、あのボスの装備を持って帰ってくるか、火炎放射器を捨てずにどっちしようかみたいなね。まあ、結局ボスの装備してた装備の方を持って帰ってきましたけど、どの武器もそれに見合う相手で試してやる。そうだ、くれよ。うわ、くれよ、金ねえな。さっきやったばっかか。あ、これはちょっと買い取ってもらえるか。いいね。これもダサいからいらない。これもダサいけど、まあ、取っとくか。火炎瓶もそんな使わないからね。売っちゃっていいし。あれ、シシケバブがないぞ。あ、預けちゃったか。で、ちょっと、あれだから、足りないから、44口径、大量に買う。ちょっとプラスぐらいでいいよ。Thanks。くれよ、ウェポンね。まあ、でも、シシケボブどこ行ったんだろうね。まあ、いいや。あ、とりあえず、さっきのね。ああ、ファストトラベルで飛べるんだ。でも、まあ、いっか、パワーアーマー来てるから。まあ、いけるなら行こう。海底のとこなんで、海に落ちちゃうと、上がってこれないんですよね。そこは怖かったけど、まあいいや。ファストトラベルで行けるならね。まあ、とりあえずファストトラベルで着いたらセーブして、まあ、その中国人に話しかけましょう。あれ？
微妙なとこに降り立ったな。あそこだもんな。行けんのかな。行けなかったらちょっとまたファーストトラベルしますわ。一応セーブして行こう。パワーアーマーだからダメなんだ。やっぱダメだな。やっぱいかん。やっぱいかん。やっぱいかん。やっぱダメだわ。やっぱパワーアーマーはいかんわ。ちょっと、手前の小屋まで歩こう。ね。だと思ったよ、やっぱり。今朝やったとき、式前にやったときはそうだったんですよ。パワーアーマーで全然進めなくて、上にも上がれなくて。窒息し、ファーストトラベルで逃げるみたいなね。で、またちょっとこう、時間差で、敵がリポップしてたよね、さっきね。よかった。行こう。またこの上に上がってもまたなんかありそうだけどね。は、今はいいし、まだこっちの方にさっき、レイダース系が湧いてたんで。うわぁ。エンフォース。知らないですよん。あれ、死体が転がってんぞ。勘違いじゃないけどね。BOS か。うわ。BOS がまたやっておりますわ。いかん、ちょっと迷子になってきたぞ。ちょっと待って。ちょっと場所が違うか？何だったんだ？いた！困ったな。クリティカルも使っていく。で、もう一発残ってたはず。それでフィニッシュか。うわ、当たってね。もう、ちゃっとね、報告したいんだけどさ。BOS は BOS で戦ってるしさ。あそこか。よいしょ。ここだよね。建物の中で違うか。あ、少年がいるか。向こうか。もう、よいしょ。あそこね。で、今こう BOS が戦ってるけど、そこ行ったら結構パワーアーマーのフュージョンコアとか入手できたりするんだろうね。よし、到着しました。ここでちょっとパワーアーマー脱ぎます。脱いで、インベントリーの、あ、ししケバブあったか。これ装備して、もう完璧です。
これ切ればもういけますみたいなね。あ、今ので助かった。フュージョンコア抜いとこ。 OK、 じゃあ行きますよ。ちょうどあの真下だからね、行こう。よいしょ。あそこですね、この辺ですね。到着。また来たぜ。厄介なクエストでしたね。まあ思わぬサプライズでシシケバブを入手できたんで、フォールアウト3ではなんかレシピ入手して、またレシピを重ねてなんか成功率を上げるじゃないけど、ハロー、持ってきたぜ。ニーハオか。制動コイルを持ってきた。制動コイルを持っているのか。よしゅよしゅ。では次は核燃料だ。え、用意できてんのか。持ってるのかな。用意はできている。次のステップは簡単だ。だがミスをするなよ。200年前、超高の高出力核ミサイルを全て発射した。発射？命令された通りに200年の間罪悪感を抱いて生きてきた。お前か。まずべきことだ。ベイなどひどく燃えた。しかし発射に失敗したミサイルが一つある。降りていけ。弾頭を取り外して持ってきてくれ。自分で言ったら自分で言ったらどうだ。ああ、他にやることがあるからな。なんだよ。弾頭を取りに行っている間、こっちは原子炉の準備をしておくさ。おい、中国人、また飛ばす気か、お前は。警告せねばならん。またボストンを襲撃する気か。ウェイシャン、昔の乗員がまだ下にいる。艦長のように正気ではない。もっと悪い。私には危害を加えないが、お前は殺すだろう。私には彼らは殺せない。やはり大事な乗員たちなのだ。なるほどね。家族だ、ジアレンだ、みんな。だがやらねばならないことはやらねばならないのだ。もしかして自爆するのか、ザオ。まあ、ちょっとセーブして。 8? ああ、なんか出口が8ね。ちょっと鬱陶しい、邪魔なんで、そのデータのこれとこれを外しときましょう。そうすると、まだ出てるじゃないみたいな。まだ出てるじゃない。一応ね、その他に設定したんですよ。ほら、ジャマイカブレインの財宝を見つける。これ外せば消えるね。 OK。 じゃあ目的地行きましょう。31。あれ、ちょっと待って。真空管取って。そうそう、ディビジョンで慣れなかったけど TPS がちょっと見にくいんで FPS に変えます。また復活してるのか。よし、ケロックピストル、こっちデリバラで行こう。案外近そうだな。こっちか。よいしょ。ちょっと早くお風呂行きたいんだけどさみたいな。まあ、ちょっとトレー取っていくよ。テーブルナイフと。よいしょ。どっから階段を降りれる場所が。明らかになんかいますね、まだ。さっき軽く探索はしたんですよね。Hello?
もう、おっとびっくりした。あ、近いね。この階層ですね。一応、うん、反応ないね。オッケー。ここか。ICBM。これだ。もう大丈夫、ザオちゃん。本当に、またなんか200年前みたいに、アメリカに核弾頭を使うとかじゃないよね。来た道はわかるけど、帰りの道がね、ちょっとね、怪しいね。どうやって来たっけ？上登って。ここ通ったっけ？消火器重いからね、今パワーアーマーじゃないからそんなに拾えないからね。あ、バスケットボール。お？おーし、行こう。あ、こっちね、オッケーオッケー。いるね。ちょっと一応セーブしようか。もしかして弾頭使われて怖いからね。これが弾頭だ。弾薬の扱いに苦労はしていないか。なんかとんでもないことに利用されてんじゃない、主人公。皮肉を言う。いや、大したことはない。でも放射能ですごい力を手に入れた。 X 線が見えるんだ。おかげでヒョウ柄 G ストリングパンツが好きになった。200年経っても冗談が下手くそだな。あんたを解放したくだらねえぞ。もはやいい冗談だな。さて、やらねばならないことがある。何？原子炉に向かえ。制動コイルと弾頭を持っていけ。まず制動コイルを挿入する。注意しろ、視野を信。それから弾頭を原子炉に入れる。その間、私は制御室で動力レベルを監視する。弾頭を先に入れるな。どうなるかって？ C1 死ぬ、二人ともな。あれ、あ、電脳コイルじゃなくて制動コイルを入れるのね。なんか他のもん見てて話聞いてなかったよ。ええ？つけましたけど。ザオ艦長、この美しい兆候がまた使えるとは。え、うん、お前は資本主義者だからな。奉仕に対する対価を求めるということは知っているさ。その代わり、そっちの奉仕と引き換えにこっちも奉仕をする。それが私たちのやり方だ。持っていけ。トランスポンダーだ。これは兆候から発射できるミサイルの追尾シグナルの役割を果たす小型の戦略核爆弾だ。それでもできるだけ離れておけよ。作動させるにはグレネードのように投げればいい。それからバオジャを待て。ドカン。どうしてミサイルを使わせてくれるんだ？故郷に武器を持ち帰るつもりはない。火器はここに置いていく。それからお前には借りがある。ザオは借りを返す。おいえ、ミサイルはただベーコンを救うだけだ。すぐに出航する。上陸しろ。さらばアメリカ人よ。資本主義者にしては悪くなかった。やった。オッケー。レベル上がりそうで上がんない。
そんな感じで、いつでも核弾頭を使えるのが来ました、できました、もらえました。へー。どこに使うかは、まあ、いつかみたいなね。ザオ艦長。ついに、長い年月を経て、この美しい兆候が再び海に潜るぞ。イエー。知らんけどさ。じゃあ帰りましょう。一応男の子に話してあげようか。でパワーアーマーも回収していかなきゃいけないからね。よし、チラッと。ちょっとケイドちゃん、ちょっと邪魔なんだけど。お？あっちだよね。よいしょ。なんだって感じだったね。結局、怪物、海の怪物じゃなくて、潜水艦で、なんか中国人が来て、数発、核爆、弾使ってこのボストンを撃ってみたいなね。撃った本人も中国に帰れなくて残ってたみたいなね。戦ったのか？何も聞こえなかったけど。めっちゃ戦ったでみたいな。飲み込まれた。飲み込まれたよ。ナイフを使って心臓をくり抜いたんだ。うおー、超かっこいい。見られたらよかったな。ここからじゃよく見えないだろう。とりあえず、やつを殺してくれてありがとう。いや、中国人だったぜ。はいはい、そんな感じで帰ろう。よいしょ。だからまたザイガスのとこにさっき捨てた火炎放射器やら何やら回収しに行かなきゃいけないし、まあとりあえず360の探索はまた今度ということでね、戻ってお風呂でも行きますかね。なんだかんだ2時間近いのかな。予定では1時間未満でお風呂に行こうかなと思ってたけど。よし、帰ってきました。あとコーツワース見つけたいな。ちょっとせっかくなんでちょっとベル作ってみようか。サンクチュアリではベル作ったんですよね。ベルどこだっけ、その他だっけ、クラフトだっけ、違うな。家具だっけ、パワー装飾、パワーかな、なんかその他だった気はするんですよね。装飾その他っぽいな。こんな感じだった気がするな。違うな。ジェネラライターライトその他なんかこれも作れってクエストがありましたね。うん、どうやらもうすぐ作れそう。31個作れるのか。いい感じ。防御じゃないし、資源かな。あ、あったー。ちょっと鳴らして。コズワースはここにいないと思うんだけどな。よし。コズ、ケイトちゃん。おい。ケイトちゃん、ちょっと荷物。
胴体にフュージョンセル、結構ケージャーマー、よし、まあ人が集まってくる間、いろいろ預けたりしますかね。よし、あとパワーアーマーのパーツが重いんだよね。なんだかんだ強いなこれ。胴体はこんなもんか。あははは、あははは、ちょっと強くなるか。これも預けて、これもダサいからな。オッケー。じゃあ、これでちょっとパワーアーマー預けて、人の集まり具合確認して、よいしょ。うわ、裸だ。フュージョンコア抜いて、終了して。よし、で、ちょっと服着ましょう。OK! かっこいい。OK! 行きましょう。コーズワース来てるかな？やっぱコーズワース来てないな。コーズワース来てねえな。どうした？それで、もう歩き出す準備はできているのか？いいよ、みんな解散。何か用？はい、じゃあそんな感じで今回はね、この辺で終わりたいと思います。とりあえず、お風呂に入ってきて、その後また再開するかわかんない。もしかしたら Xbox One じゃなくて、PlayStation 4版のゲームしていくかもしれないです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。